漫才協会初のユニット漫才四天王です。硬いのよ。古いなネーミングが。全然ない。これやばいよ。まあ、先ほど言いました、はい、漫才新人大賞で、まあ、優勝者が4組揃った。なるほど。この4組で何かできないかということで、このおぼん・こぼんのおぼん師匠が漫才四天王というね。すごい。ドリームチームってことですよね。ドリームチームです。ありがとうございます。ドリームチームに謝れ。ただちょっとややこしかったのが、はい、ちょうどこの後にねダブルコロンがねいきなり売れたんですよ。謎かけ で漫才新人大賞ではあんまり結果は残せなかったんですけど、謎かけという異例な形で売れたんですね。でこの四天王を作っちゃったあとすぐ売れたから、やばい、どうしようってなったんですよ。そうするとですね、こうすぐですねナイツロケット団ダブルコロンで浅草三銃士という新しいバタフル高校生が一緒なんだよ。決してしまして、これメンツ見ると女子高生とか人気出そうだけどね。出ないでしょ四天王。でも確かに宮田陽さん昔あのコマゴメでホストやってたから。その情報は知らないよ。コマゴメでイケメンどころが陽さんでした。結局ね、漫才四天王も漫才三銃士もあまり話題にもならず、ちょっと知らなかったな。そんなね、まあ、しくじりを近くで見ていた我々が学んだ教訓が次のページに書いてあります、はいはい、なぜ流行ったのか、その心理を理解せずに影響を受けるのはやめよう。それ、まあ、教会に言ってくれよ。俺らじゃなくて師匠たち座らせてやってよ。流行を捉えるにはなぜ流行ったかを理解することが重要。そこを理解せずに影響を受けて真似しても成功しない。身の丈に合った独自路線の活動が、まあ、必要だったんじゃないかな。なるほど。ということでね、我々が加入して数年ね、漫才協会の幹部の方針にねちょっと振り回されまして、でこの頃からね我々もこの、まあ、それこそテレビに出ている同世代の芸人のようにね、同じ若手っぽくポップ路線で行くのかどうしようかっていうところがちょっと正直苦しい時期でした、でただその2005年ぐらいにですね、ちょうどあの、筑波エクスプレスというまさに東洋館の真下に駅が新しい浅草駅がね、あそこの駅ができたんです、であとあのタイガー&ドラゴンというドラマが、永瀬さん、ちょっとこの浅草の演芸ブームみたいなのがちょっと来たんですね。でそういったものが後押しになってたんで、我々はちょっとこういう決心をします、それが次のページです。浅草といえばナイツと言われるようになろう。すごい決心したな。浅草のなんか漫才師で若手で今の時代売れた人いないんだったら、もうそこを伸ばしていけば、もしかしたら遠回りのようで早道になるんじゃないかなっていうのをちょっとこれ我々もあの学んだというか、決心したということですね。めちゃくちゃ偉いじゃん。ありがとうございます。どうしたんすか。いや絶対普通だったら浅草のせいでよって愚痴って終わるじゃん。こんなお客さんの前で俺たち上手くなるわけないじゃんって言いながら、うっかり20年経っちゃう人いっぱいいますよね。そういったらすごいじゃないですかこれ。そうですね、だからそこはなんとなく決意をしまして、ですからなんか私服でも舞台に上がったりもしたんですけど、まあ、ちゃんとなんかスーツを、あの夜のライブでもちょっとスーツを着てやるように。自分の意思とは関係なく漫才協会に入ったものの、さまざまな経験を経て心に変化が起きていったナイツ先生。そしてこの後その決心をさらに強くするターニングポイントが訪れるんです。まあ、そんな僕らの気持ちをね察したのか、漫才協会から加入して5年ですね、2007年に協会幹部は次にこんなことを思いつきます。これが次のページです。思いつくんだよな。まあ花輪が史上最年少で漫才協会理事になったら盛り上がるだろう。まあその当時がまああの横にある組織図なんですけれども、まあ本当にみんなすごいね、もう僕らの30、40上の師匠たちが組織まあの幹部にいたんですけど、はいはいはい、まあ、漫才協会の理事って、その総会って言って会員全員が集まる時に選挙で決めるんですよね、でその選挙がある総会の時に花田さんがたまたま遅刻してきたんですよ、でその時僕がその前後左右にいた若手とちょっとふざけて、花輪って書いちゃおうよ
って、うん、いう感じで、うん、あの入れたんですよ。5票、うん、5票、はい、全然その理事になる、うん、あの当選ラインじゃなかった。ただ今までなかった若手に1人に5票が入ってるところがなかったので、それを見た師匠たちが、俺若手の中で花輪が来てんじゃないかと、そう、人望があるんじゃないかっていう風に察して、これからは若手の時代だって言って、この理事に抜擢、大抜擢したんですよ。え、でもさ、そもそもいたずらに入れるってヤバくない？ツッチーそんなヤバさ持ってんだ。ヤバいよね。ヤバいよ、いたずらで理事になってる。いたずらのノリではありましたけれども、うんうん、やっぱどっかに漫才協会変えたいっていう、うん、何でしょう、それは花輪さんに変えてもらいたいっていうのがあったんでしょうね。やっぱ怖いわ。その本物の変態って普通の格好してんだよな。意味わかんないよ。怖い怖い、俺だって意味わかんないよ。そこででも腐ることなく、うん、なんで俺がやんなきゃいけないんだよじゃなく、うん、花輪さんはじゃあ俺がやろうと一人立って、そっか、すごいね、そうそう、若手の突破口になって、こっから理事の花輪が大活躍していくんです。いい話にしたいけど、漫才協会の革命につながっていくわけですね、すごいな。この動画の続きはアベマで、最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。